皆さんこんにちは。日本美術刀剣鑑賞協会、略して日刀館がお送りする刀剣鑑賞動画です。鑑定士のムーヤンと研ぎ師白金師鑑定士のミチです。よろしくお願いします。ねえ、はい、ちょっとこれ作ってもらいましたよ、撮影用のね、あの T シャツなんですけど、ピンクと紫ですよ皆さん。どうこれユニクロでもそんなにないよ、こんなビビッドな色なかなかないよ。あるけど売れないでも我々はものすごく気に入ってますそうです。なんならこっちから言ったくらいだからね、ピンクがいいです、紫がいいです、ね、そうですね。そう、そしたらこんな感じになりました。あの非売品ですか、あの希望があれば、あの皆さんにねお譲りすることもないか、あるかな、あればいいなはい、いいか、はい、じゃあ、はい、さあ、まあね、そんな茶番はいいんですよ。はい、はい、今回ご紹介する刀剣は、何ですか。あの、さです。ん、何、間違った、さって、さ、あさって、さ、じゃあ、左、あ、左一文字で、左、名に左の一文字を切るんで、うん、あの、さって、左、左って言うのがいいじゃん。いや、左じゃん、さっていう名前だから。あ、まあ、なるほど、まあ、うん、しゃあないね、そういう風になってるんだよね。そうなんですよ、うん、まあまあ、じゃあ早速用意してみる。はい、はい、そうですね、じゃあ行きますよ、せーの、はい、はい、揃ったね。揃いましたね。これね、うん、これが左文字でしょ。左文字ですよ。はい、有名なの。有名ですよ。あのですね、織田家や豊臣家、徳川家が所持した三文字もあるくらいですからね。本当有名ですよ、やっぱ。待って、だいぶさらっと言ってるけど、うん、天下人だよみんな。あ、そうだな。ってなるとさ、これ皆さん早く見たくなりますよね。うん、そうですよね。うん、よしよし、じゃあね、早速刀の様子を見ていってみましょうか。はいはい。では研ぎ師目線で刀見ていってみましょう。はい、よろしくお願いします。ではまずはじめに中子見てみましょうか。はい、はい、あれ3つも穴開いてるけど、あ、これだいぶすり上がってますよね。すり上げ、はい、いや長いな長いね、うん、すり上げね、うん、皆さんちょっとこのワードを覚えておいてくださいね、後で出てきますから ね、はい、はい、では刀身行ってみましょう。はい、では初めに、はい、匂い口、まあ、刃文ですね、はい、刃文見てみましょうか。はい、ちょっと見づらいですか。なんかこれ、あー、でもね、はい、優しいのかな、匂い口が、うん、そうですね、これ煮えできですもんね。でも細かいから見づらいのかな、うん、そうですね。あとあれじゃない、あの写り、うん、っていうね現象があるんですけど、それがちょっと乱反射してるかな、うん、ちょっと見づらいかもしれないですね、うん、まあまあ、じゃあそのあたりはスライドの方でちゃんと見てみましょう、はい、じゃあ地肌はどうですか。あ、これは お見えます。見えます。あ、なんかすなんかなんかすごいよ。何ですか。あ、ぐにゃってなってる。大肌が見えて、これあれですね、炒め肌に木目混じり、おお、うん、で大肌がすごいこう随所に見られるような感じですよね。すごい、やっぱ古い刀だと大肌 あるやつ多いんですよ。へえ、うん、特に試験だとやっぱりあの南北朝あたりの刀っていうのは多い気しますよね。へえ、うん、じゃあそのまま上行ってみます。木先側へ、はい、あ、結構大肌が続いてるんだね。そうっすね、ぐにゃんぐにゃんしてる。ちょっと長いんでじゃあ頑張れ、はい、さあ帽子はどうでしょう。見えます。あー、難しいか。ちょっとこっち側見づらいね、うん、反対側でちょっと観察。あ、見えた。とんがってない、先とんがってますよね。どうやら困る帽子ではなさそうだよ。そうですね、これとんがり気味に乱れ込んで帰ってる感じはですね、あの、うん、サ帽子って言って左文字独特の帽子ですよね。へ、ちょっとごめんなさい、見づらい、ね、見づらいかも。ちょっと反対側でちょっと観察してみよう、はい、あ、こっちも見づらいですかね。
見えなくはない、まあ、分かってる人間だとね、うん、見えるんだけど、あっ、あのちょっとね、長すぎてあの右手がね、あのそうね、そうだね、いいよいいよ、あのこの辺も皆さんスライドで見てみましょう。いい、はい、お願いします。すみません、すごい肌、あすごいですね、肌はすごい見えますね、大肌ががっつり、うわすごい、うわこっちの方が肌は迫力があるね、うわすげえ、わかりますね、わかります、うん、うわあすごい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 、おお意外と表裏で違うもんなんだね、大肌って言ってもね、うん、そうですね、まあ狙ってはできないですよね、肌はさすがに、あの波紋はね狙ってできるんですけど、肌はね、なんかこっちの方のが波紋もおとなしく見える、うん、そうですね、うん、うわ肌すごかった、さっきよかったな、これあのこのヘッドマウントカメラで撮ってて落ち着いて見えてるような方があって、うん、大概多分実際見るとうっとりするような方の多い気がします。うーん、なるほどね、うん、ファンになっちゃうんじゃないですかね、みんな、ね、そうだね、うん、さあ反対側の中子も無名ですね、はい、わかりました、はい、ね、立ち長いからね、ちょっと長かったですね、大変だったね、腕が痛いですありがとうございます、はい、はい、じゃあすいません、ありがとうございました。それでは細かく見ていきましょう。はい、さ一門の実質的な祖であるさは宗州政宗実徹の最上位にある大名称でもあり、祖父は西廉、父は実話という東高一家に生まれました。すごいですね、すごいよね、すごいですね、そうでね、おじいちゃんね、祖父やお父さんのやや素朴で自然な作風から脱皮して、それまでの九州者には見られなかった宗州伝を加味したことで垢抜けた作風を確立しました。作刀年代は南北朝時代頃、今からざっと700年前となります。あ、刀剣の時代区分としては古刀となります。まあ古いよ ね、 古いですね、700年っつーとね、 あれですよね、この南北朝の頃の刀って、うんうん、すっごいやっぱマニアには人気ですよね。僕好きだもん、俺も大好きじゃあね、はい、そんな、南北朝の刀ですが、はい、大敗見ていってみましょうか。はい、はいはい、本作は反りが強く湾曲してますね。そうですね、このような反りの強いものは太刀と呼ばれており、主に南北朝時代以前のスタイルとなります。あ、うん、太刀とは馬上戦で用いられた武器で、刀と比べると反りが強く長めとなっています。あ、なんで、ね、だから、なんででしょうね、ね、はい、ね、これはね、うん、馬に乗って片方の手は手綱持ってないと落ちちゃうから ね、 あ、そうですよね、でもう片方の手では刀を持つわけで、うんうんうん、まあ、そうなると重くて切っ先が下がってしまうことに加え、うん、短いと敵に届かないっていう戦闘としてはまあだいぶ不利な状況が発生しますね。そうですよね、届かないんじゃ勝てないですそう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 、うん、このため切っ先が下がらないように反りを強くして、切っ先が上を向くようにし、かつ長めにすることで敵に届くようにしたんですな。あ、うん、これが反りを強くして長めの刀身にした理由なんだね。うん、うん、要するに当時の戦闘スタイルに合わせた合理的な格好をしているっていうことなんだね。そうですよね、うん、うん、まあ、武器って大概そういうもんだよね。そうですよね、 どんなものでも ね、 ね、車とか携帯電話もそうですもんね、うんうん、そう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 、うん、それと一緒です。一緒ですよね、はい、じゃあ次中子見てみましょう。はい、はい、どうやら本作には作刀者の名前がありません。こういった刀剣は無名と呼ばれています。はい、はい、次にめくぎ穴の数に注目してみましょう。どうやらね、これまでに紹介した刀とか脇差しっていうものは一つだったんだけど、うん、今回違うよね、これね。ナボゴだらけですね。はい、はい、3つ複数個のめくぎ穴がありますな。はい、はい、本作のように複数のめくぎ穴がある場合は例外もあるんだけれども、作られた時の本来の長さよりも短くなっていると思っていいです。うん、
このような状態になった刀剣はすり上げと呼ばれています。ね、であのすり上げについての詳しい解説は別動画でアップしますのでそちらをご覧ください。はい、はい、じゃあメイン行く刀身の様子いきましょうか。う、ね、はい、はじめに刃文見てみましょうかね。はい、はい、小刻みな波、ゆったりとした波の2種類が混じってるの分かります？これちょっとスライド出しますね、これね。はい、はい、で小刻みな波っていうのは具の目、ゆったりとした波はのたれと呼ばれていて、うん、これらが混じっているので本作の場合には具の目にのたれ混じりといった呼び方が適用されます。はい、うん、続いてね、匂い口いってみましょうか。はい、ちょっとさっき見づらかったからね、こっちで確認できるといいかな。うん、はい、はい、実はね、ヘッドマウントカメラの時こんな感じに見えてたんですね。うん、ゴツゴツした粒がたくさん見えてますな。うん、ね、これすごいよね。すごいですね。はい、うん、でこういう風になってるから煮えできと呼ばれるんだね。わかりやすいですねこれね。うん、はい、でね、地肌地肌いってみますよ。はい、これ拡大画像を用意すると大変見づらくなるんで、はい、今回はねこのまま皆さん左側に見える、はい、うん、刀身見ててくださいね。はい、はいはい、だいぶグニャグニャしてるの分かります？かなりですよね。はい、ね、でね、ベースはド派手な木目肌だよねこれね。そうですね。でそこに炒め、うん、まあ、どっちも派手なんだけど、うん、が無造作に混じった混合肌になっているので、うん、このような肌は炒め肌に木目肌混じりといった呼び方が適用されます。はい、またこのような肌は単純に大肌なんて呼ぶ場合もありますね。うん、これ別に大肌って呼んでも伝わるんですか、その界隈では。うん、伝わりますよ。あ、そうなんだ、わ、うん、かりました。でね、今日のポイントここです。はい、よく地肌観察してみると、うん、ここね、はい、どうやらね、ぐるぐるしたね渦巻きっぽいの見えるんですよ。うんうん、こういう肌は渦巻き肌と呼ばれていて、左文字の特徴の一つでもあります。うん、ただし渦巻き肌の現れない左文字もあるのでね、うん、今回は渦巻き肌があれば左文字かもって覚えておいてもらえればいいと思います。名物になってる、うん、ね、高節左文字とか、はい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 、はい、ああいうのってもうこういう感じじゃないですよね。ああ、もうすっごい綺麗だと思う。渦巻き肌とかあれ皆無ですよね。うん、左文字もね、肌がものすごい綺麗なパターンと、こういう風にちょっとこう、うん、大肌気味になるパターンとあるので、うん、なんて言ったらいいかな、この肌だからサモンジって覚えないで、いろんなサモンジ見た方がいいと思います。サモンジは、うん、試験ですけど、うん、大敗と、うん、刃文の格好で、うん、と切っ先のデカさで、うん、大概サモンジって速攻で分かりますね。言いたいことは分かるよ。鑑定やってると分かりますよね。身幅広く扇先、うん、で重ねは薄いってやつだね。はい、はいはい、ちょっとねこれはねマニアックすぎるからね、一、情報として忘れちゃっても結構です。そのうちまた教えるわ。はい、うん、そうですね、じゃあね、最後ね、帽子見てみましょうか。はい、はい、どうでしょうね、図だと分かるかな。さっきちょっと分かりづらかったですよね。そう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 、ね、うねうねうねってね、乱れながら登ってって、うん、頂点で尖ってストンって落ちていく様子分かりましたかね、今のでね、うん、まるでろうそくのね、炎のような格好してますよね。あ、本当そうですね。そう、うん、で分類としては乱れ込みなんて呼ばれるんですけど、うん、特にこの形状が左文字特有のものだったので、うん、左帽子なんていう風にも呼ばれてるんですね。うんうん、でね、皆さんね、まだ終わらないんだな。はい、ここにも渦巻き肌あります。ね、だからこの左文字に関しては渦巻き肌がたくさん出ているっていう風に覚えてもらえれば結構です。お勉強しやすい。そう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 、ね、ここまで大胆に渦巻き出てたらもう左文字を疑うしかない。でこの格好ですもんね。そうそう、そういうこと。左文字しかありえない。そういうことです。さあ、じゃあ今日のねまとめいきましょうね。よいしょ。大敗は反りが強く湾曲した太刀である。太刀とは馬上戦に特化した武器である。めくぎ穴が複数ある刀剣はすり上げられて短くなっている。刃文は具の目にのたれ混じり、匂い口は煮えできである。
地肌は板目肌に木目肌混じり、まあね、こういうの大肌って言うんだよっていうことですね。左文字の地肌には渦巻き肌が現れる場合がある。帽子は乱れ込み、まあ特徴的な形だったので左帽子であると。はい、うん、今日はこんなところでいいんじゃないかな。そうですね、うん、はい、うん、じゃあ終わります。はい、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。左文字の特徴を捉えることできましたかね。でかい刀身、渦巻き肌、扇裂きと、これぞ総集伝の刀って感じでしたね。あの、全部特徴が出てたよね。うん、そうですね。そう、その通りなんですよ。で、まあね、隣でね、見ててもね、かなりでかいんですよ。あの、大変だったでしょ。かなり、ヘッドマウントカメラつけながら、まあまあ、こんな感じでね、こんな感じでやってましたけど、本当に大変でした。なんですけど、もっとでかい刀あるんですよ。あ？もっとでかいのあんの？あるんですよ。あれ？はい。これは皆さん、困ったよ。困った。あのね、準備する側も大変なんですよ。と、見る人間が一番大変です。腕が痛い。そう、引きちぎれるよね、あれ以上やったらね。見せるように、うん、こう持つのってやっぱ大変なんですね。やってみて分かりますね。でもやっぱりさ、あるって言われたらみんな見たいですよね。そうですね。じゃあまあ、機会があれば、ね、考えてやろうか。機会があればね、ご紹介します。はい。はい、動画を見て勉強になった、興味を持たれたという方は、いいね、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた皆さん、次回お会いいたしましょう。あなたに届け、刀の思い。バイバイ。